皆さんこんにちは。歌手の谷村新司さんが病のため東京都内の病院で急逝していたことが10月16日分かりました。74歳でした。今年の3月に急性腸炎のために手術を受けて入院しながらの治療を報告。堀内孝雄さん、矢沢透さんとの3人組アリスの全国ツアーを延期して、6月30日には年末恒例のクリスマスディナーショーなども休止すると追加発表していました。年内いっぱいの休業を決断して治療に専念していたが、ついに帰らぬ人となってしまいました。病気療養中の歌手谷村新司さんは2023年6月30日公式サイトで定例で開催していたクリスマスのディナーショーなどのイベントを休止すると発表していました。公式サイトでは谷村の治療は現在進行中でありますが、定例で開催されていた今年の東京帝国ホテル大阪ホテルニューオータニでのクリスマスのディナーショー及び各地での歌ご読みはお休みとさせていただきますと発表していました。続けて来年からの復帰に向けて年内は治療に専念していい結果が出せるよう本人ともども頑張っていきますので、今しばらくお待ちくださいますよう心よりお願い申し上げますと伝えていました。谷村さんは2023年3月に急性腸炎のため手術を受け入院しながら療養すると報告しており、5月には谷村さん、堀内孝雄さん、矢沢透さんからなる3人組バンドアリスの全国ツアーアリス10イヤーズ2023ページ1を延期することを発表していました。そしてまた一人大御所アーティストが天国へ旅立ってしまいました。今年は1月に元 YMO の高橋幸宏さん、ロックバンドのシーナ&ロケッツの相川誠さん、3月には坂本龍一さんと1970年代から活躍していた人気ミュージシャンが亡くなっていましたが、谷村さんまで行ってしまいました。3月から闘病生活をしていることは公表されていて、毎年生放送のフィナーレで加山雄三さんと共にサライを歌っていた日本テレビ系24時間テレビ愛は地球を救うも欠席。往年のファンたちを心配させていましたが、再びマイクを握ることは叶いませんでした。谷村さんを知る音楽関係者によれば、来年アリスとしてもう一度舞台に立つことを目標に闘病生活を送っていたが、病状は日に日に悪化していきます。谷村さんの知人や友人たちも連絡が取りにくくなり心配していたところだったとのことでした。息の長い歌手人生でした。太平洋戦争直後の1948年に大阪で生まれて、高校時代からフォークグループロックキャンディーズを結成、19歳だった1968年にデビューしています。1971年には盟友の堀内さんとアリスを結成します。当初は売れずに苦労していましたが、谷村さんがラジオ番組 MBS ヤングタウンやセイヤングの DJ として人気者になり、1975年の今はもう誰もがヒットしました。その後は冬の稲妻、涙の誓い、ジョニーの子守歌、そしてオリコンチャートや音楽番組ザ・ベスト10で1位を取ったチャンピオンなどで国民的な知名度を獲得していました。谷村さんはソロとしても幅広く活躍しています。1978年に作詞作曲したいい日旅立ちは当時の超人気アイドル山口百恵さんに楽曲提供し大ヒットに導きました。自身も1980年のスバルが60万枚セールスを記録して NHK 紅白歌合戦に初出場します。同曲は中国でも空前の大ヒットを飛ばして、中華圏を中心にした東アジアでもその名を轟かせています。後の2004年からは創立96年の歴史を誇る中国上海音楽学院で教授も任されていました。また1984年の女優小川智子さんとのデュエット曲「忘れていいの愛の幕切れ」でも歌唱中に谷村さんが小川さんの胸元に手を入れるセクシーな演出でお茶の間を大いににぎわせたこともありました。1990年代は加山さんとの「サライ」、2000年からはアリスを再始動と、デビューから55年間
ずっと歌手活動を続けていました。今年が初めての闘病、長期休養でした。前室の音楽関係者は、これまで大病を患ったこともなく、ずっと元気でした。6年前には、22歳の渡米中に失効して以来、再交付していなかった自動車の運転免許を68歳で取得します。勉強も楽しかった。ゆくゆくは大型免許や牽引免許も取ってみたい、と意気揚々だったので、本人ももっと長生きしたかったはず、と惜しんでいます。毎年夏の終わりの8月末の日曜夜は、日本中が口ずさんでいた。24時間テレビの名曲、サライ。すでに加山さんも昨年限りで歌手活動を引退していて、谷村さんの死去で、この名デュエットは本当に永遠に復活しないこととなってしまいました。一つの時代の終わりを告げる訃報でした。また、谷村新司さんは年収は全盛期では1億550万円だったと言われています。最近での年収は2450万円であり、全盛期とはいかないものの、印税で稼いでいたのでしょう。また、不仲説があった堀内孝雄さんもご紹介します。歌手、堀内孝雄さんが TBS で放送されたジョブチューンスペシャルに出演した際には、アリスのメンバーである谷村新司さんのことを、正直、妬んでましたと告白しています。45年前にボーカルの谷村さん、ドラムの矢沢透さんと共にフォークグループアリスを結成し、デビューしました。数々の大ヒットを飛ばしています。リードボーカルである谷村さんについては、正直、妬んでましたと本音告白しています。フリーアナウンサーでタレントの徳光和夫さんから、ね、ベーヤン、好きか嫌いかで分けるとどっち?と単刀直入に聞かれると、いやいやと苦笑いし、そういう究極なこと言わないで、と交わし、徳光さんが、今の答えで分かりました、と苦笑していました。堀内さんはアリス時代の谷村さんについて、歌も喋りも演出までも彼でしたから、彼が全部かっさらっていたのでと妬みの理由を説明しています。未だにわからないのは、スバルの意味、さらばスバルよって何のこと、とツッコミを入れています。改めて谷村さんについては、彼の功績は大ですよと功績を認めていました。谷村さんは2022年3月30日にとある告白をしています。番組タイトルに絡めて、出演者が告白をテーマにトークする場面がありました。谷村さんは、実は60歳くらいまで、ものすごく苦手なものがあったんですよ。ほとんど食べようとしなかったもの。酸っぱいもの、ポン酢、と明かしました。アリスの同僚、堀内孝雄さん、矢沢透さんは初耳だったようで、本当。初めて聞いたよと驚いていました。以前は酸っぱいものを口に入れると汗が出てきてブルブルってくるくらい口に入れられなかった、と語る谷村さん。会食の際、鍋料理が出てくるとポン酢をつけているふりをしながら食べたりしていたほどだったそうです。しかし、60歳過ぎたくらいから美味しいかもって変わるんですよ、と心境の変化があったことを振り返っていました。年齢を重ねて舌が変わってきたのかね。体が心地よくなってきて、ポン酢など酸っぱいものが最近は普通に好きになった、とコメントしています。ツンとこない酸っぱさが好き、とんがっている酸っぱさがまだダメなんですよ、とも話し、年齢とともに好みが変わるんだなってポン酢でそう思いました、と続けていました。谷村さんは、食べれるようになったという告白と、もう一個告白しておきたいのは、と前置きして、今年アリスが50周年を迎えたことに触れ、ベーヤン堀内にしても金ちゃん矢沢にしても二人が元気でいてくれることが今すごい嬉しい、としみじみ語っていました。週に1回とか2週間に1回会うとお互いに生存確認って言いながら笑っているけど、3人がこうやっていられることを考えると奇跡のような気がする。愛しいですよ、と感激しており、もうこの3人が揃わないことを考えると悲しくなりますね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。